美味しくはない。でも健康な味がする。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。 NCT127 の中本優太です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。 Let's get started。 最初のアイテムは香水です。僕すごく普段から好きで香水をつけるんですけど、こっちはですね、仕事用の香水です。ルイ・ヴィトンのですね、すごくこう海っぽい感じで爽やかな感じもあるし、なおかつこう男っぽい、男らしい香りもあるので、仕事用の時はこうスイッチを入れたい時なんかはこれをつけて仕事場に行きます。まあ、着るものだったり身につけるものだったり、香りでその人の格好だったりスタイルって変わっていくじゃないですか。この香水をつけるとすごく自分らしく入れるというか、かっこよく入れるというか、甘い香りだったりとかも好きだったのでつけたりしてたんですけど、やっぱり男っぽい匂いに憧れてて、この香水をつけた時にこれだって思って、もうユータの香りだって言ってくれる時があるんですけど、それ聞いた時ちょっと嬉しいですよ。自分の香りになってきてるんだって思う。こっちはリラックス用なんですけど、木とはヒノキの香りなんですけど、和の香りが好きで、京都だったりちょっと日本の木を感じれるような街が好きなんですけど、リラックスしたい時だったり家にいる時なんかも結構つけます。まあ、それこそ家に帰ってない時でも、例えばですけど車の中でちょっと移動時間とか僕ら多いので、そういう時にちょっとリラックスしたいなっていう時はこっちの香水を使うことが多いですね。うん、めちゃくちゃいい香りです。続いてのアイテムは、はい、アイスアメリカーノです。もう僕の人生に欠かせないと言っても過言ではないぐらい毎日飲んでるんですけど、これさえあればユータは機嫌がいいぞと、まあ、朝昼晩ぐらい飲んでますね。これがあるとすごくこう、なんだろう、朝一仕事行くぞっていう気にもなりますし、利尿作用もあるので、ちょっと顔がむくんでるなとかっていう時もコーヒーいっぱい飲んだりしますし、コーヒー自体もともと好きですし、スタバ以外でもすごくたくさん飲んだりするんですけど、でもスターバックスがあればスターバックスに行きますね。アメリカの好きですね。メンバーもだいたいみんなアメリカの飲んでます。韓国の人ってすごくコーヒーを飲むんですよ。アメリカのカフェもいっぱいあるし、その中でこうメンバーとかがアメリカの飲んでて、それがアメリカのとの初めての出会いだったんですけど、どれだけ寒くてもアイス飲みますね。じゃん、続いてのアイテムはスリッポンです。一日中スケジュールがあるときは、まあ、移動ももちろんなんですけど、楽な格好でいたいということでですね、このスリッポンをすごく愛用させてもらっています。友達から誕生日プレゼントでもらったんですけど、スリッポンを履きすぎて、去年の誕生日はメンバーからスリッポンを3足もらうというぐらいスリッポンを僕すごく履いてるんですけど、それぐらい楽ですし、あとこのスリッポンはシューズみたいな形になってて走ったりもできるし、これを履いてダンスをするときもあるぐらいいい、使い勝手がいいので、このスリッポンは愛用させてもらってます。その他に茶色だったり、あとこのかかとの部分がないバージョンだったり、ここがもっとモフモフで冬とかに使ったりとかするやつっていうので使い分けたりしてます。スリッポンもらったやつで5足ぐらいあります。メンバー同士でお誕生日おめでとうはもちろんしますし、まあ、最近はあんまりこう誕生日プレゼントを渡し合うっていう文化はなくなってきたんですけど、だんだんやっぱり値段が高くなっていくので、ちょっとここでやめようよっていう話が出たので、最近はやってないんですけど、ジャニーがやっぱアメリカのメンバーなんですけど、すごくジェントルマンでサプライズとかもよくしてくれるし、あとわざとちょっと遅れてプレゼント渡してくれたりとか、そのもらったプレゼントが印象的っていうよりかは、そのジャニーのその心遣いとか気遣いにすごく毎回ハッとさせられます。はい、続いてのアイテムはサッカーです。サッカーをしてたからこそ忍耐力だったり我慢強い自分の今の性格っていうのはすごくこう影響してると思うし、馬券機もそうですし、幼少期にやってたからこそ今の仕事をやってる中でもすごくやっててよかったなって思えるスポーツでしたし、5歳ぐらいから14、5ぐらいまでやってました。クラブチームに入って将来の夢もサッカー選手でしたし、全く動かないミッドフィルダーやってました。仁王立ちのユータって言われてるぐらい、自分で言うのもなんですけど結構上手かったんですよ。中学入った時ぐらいの大会だったと思うんですけど、携帯を買ってもらえなかったんですよ。じゃあ今回の大会でハットトリック取ればこの試合で携帯買ってやるって言われて、
見事ハットトリックして携帯買ってもらったっていう3点目の瞬間はやばかったです。もう緊張でもっと決めれたけど、そのせいで3点しか決めれなかったです。それがなければ10点ぐらい決めれてたかもしれない。いや本当に。続いてのアイテムは青汁です。毎日この青汁を飲んでるんですけど、青汁を飲むとすごく便の通りも良くなりますし、あと僕基本あんまりこう自ら野菜を取らないんですよ。健康に気を使うっていうことで何かサプリメントを取りたいなって思ってた時に、まあ、ビタミンとかもそうなんですけど、この青汁を僕の母が送ってくれて日本から、でそれがきっかけでこう青汁を飲み出したんですけど、この青汁を飲むと自分の体がすごくいいっていうことに気づいて、まあ、青汁っていうのはまずいもんだっていうので飲んでるんで、僕はあの牛乳入れたり砂糖入れたりとかっていうのはしません。うん、美味しくはない。でも健康な味がする。朝起きてまず歯磨きするんですけど、歯を磨いた後に飲みます。まあ一日のスタートといっても過言ではないですね。だから韓国であんまり手に入らないものは実家から送ってもらってます。まあ青汁とかもそうですし、とかあとは粉もんとかですかね。僕大阪出身なんで、たこ焼き器はあるんですよ、韓国にもあって。まあ、それを作る粉だったり、日本のインスタントとかあればこう食べた時に、ああ懐かしいって感じることができるので。続いてのアイテムはR1 です。青汁に続いてですね、僕の健康商品の一つとして愛用させてもらってるんですけど、僕の友達がすごく飲んでて、でこれめちゃくちゃいいよって聞いたのが初めで、そこから飲むようになったんですけど、カロリーとか糖質とか脂質っていうのは気にしてるので、低糖の低カロリーのやつを選んでます。韓国に実は似たようなやつはあるんですけど R1 はなくて、だから日本に行くとまず R1 をいっぱい買うところから始めます。一箱買う時もありますよ、このぐらいのやつ。まあでもコンビニに行く時間が朝あるので、それこそ現場が例えば7時だとすると6時50分に集まって、その10分はコンビニに行って R1 を買う時間ですね。買うものって決まってて、みたらし団子と R1 と豚汁と、あとネギトロをすごく好きで、ネギトロとさっき紹介したアメリカンなんですけど、俺にもあんな個性があったら。続いてのアイテムは台本です。初ドラマ出演させてもらったクールド時短誌の台本ですね。僕はあのこのドラマとちょっと似てるところがあってですね、すごくドジなので物をすごくよくなくすんですよ。なので蛍光ペンだったりペンはすごく多めに持ち歩いてます。あの本当に恥ずかしいことにですね、台本も一冊なくしたりしててですね、台本なくすってやばいですよね。現場に台本をあんまり持ち込みたくないタイプなので、もらうとその日のうちに結構もう 80% ぐらいは覚えちゃう感じなんですけど、台本プラス、まあ、ここにもないですけど携帯のレコーディングを使って相手のセリフとかを自分で全部言って、そこからこの台本を見ながら自分のセリフを読むみたいな感じで家では練習してます。朝に見るようにしてます。夜だとやっぱりいろんな仕事とかして集中力があんまり良くないなと思ってるので、朝起きて台本読む時間を作れるときは作ったりしてますね。ドジエピソードですか？それこそあのヒゲ剃るじゃないですか。ヒゲ剃るときに僕はあの手動のカミソリ使ってるんですけど、で朝寝ぼけてて帰るときに刃がついた方向を持ってパッて変えちゃってここを切ったりとか、本当そういうドジなことめちゃくちゃしてます。続いてのアイテムはじゃん、串です。最近あのクールド時短誌のドラマで共演した桜田通りくんからもらった串なんですけど、純金でできてて、僕すごく韓国であの活動するとき白髪だったりいろんな髪の毛をするのでめちゃくちゃ髪が傷んでるんですよね。なんか髪の毛にめちゃくちゃ優しいらしくて髪もサラサラになるらしいんですけど、まあ、僕もまだ数回しか使ってないんですけど、これからこうどういう変化があるのか楽しみで。通りくんってすごく K-POP のこと詳しいですし、あと美容にもすごく詳しいので、韓国のメイクと日本のメイクの違いだったりとかっていうのを話しますし、あそれこそさっき紹介したあのキトアの香水 の入浴剤がすごくいいので、ドリ君もあの半身浴好きだって聞いたので今度持っていくよっていう話をしました。続いてのアイテムは扇風機です。
普段からすごく僕暑がりで体に熱がこもりやすいんですよね。すると化粧も崩れやすくなりますし、なんか髪の毛とかもべちゃっとしちゃうので、それが嫌で扇風機はすごく愛用しています。これの他にあと折りたたみもできるやつがあるんですよ。あの化粧してる時とかも手を使わずに置いてパッと置けるので、それはすごくいいです。本当は暑いのがいいですけど、仕事するってなるとやっぱ寒い方がいいですね。眠たくならないし、シャキッとしていられるような気がするので。続いてのアイテムは濡れマスクです。この濡れマスクはですね、もう僕が長年愛用しているアイテムの一つでもあるんですけど、コンサート前だったり飛行機での移動がすごくたくさんあったりするので、乾燥から喉を守りたいということでですね、濡れマスクすごく愛用させてもらってるんですけど、ハーブ&ユーカリの香りがすごく好きで、あのもちろんノーマルのタイプもあるんですけど、香りで癒されたいということで、やっぱり寝る前もこのマスクをつけて寝ると香りもいいし、なおかつこう加湿もできるので、例えばレコーディングだったりとか、あとは飛行機の中とか車の移動もそうなんですけど、冬は必ず加湿器だったり吸引器だったり濡れマスクだったりっていうのは、あの常に持ち歩くようにしています。以上、僕の10エッセンシャルズ、皆さんいかがだったでしょうか。こういうふうにあのアイテムを紹介してみてすごく楽しかったですし、僕にとって本当に欠かせないアイテムだなと思いました。以上、 NCT127 のゆうたでした。また会いましょう。バイバイ。